こう来て、溜めて、吹っ飛べ。うわー、すげー。はい、金庫開けると、うわ、すごい、金庫マップくれる。ちょっと待って。じゃあ、お待たせしました、皆さん。はい、6分待ちます。3、2、1、来い。ログイン来たー。まあ、ムービーはもう見たんでスキップしちゃいますよ。 OK、 クルーとバトルパスね。とりあえず、だって5時間待ちましたよ。バトルパスゲット、ウェイ。いいね。とりあえずこのスキルいっちゃいますか。ね、いいね。で、こんな感じ、バトルパス。あ、そうか、たのいいんじゃん。いいね。何日後これ？33日後。え、もうめっちゃすぐじゃん。今シーズンはね、11月3日だからめちゃくちゃ短いらしいですね。で、うわー、すげえ、背景とかもめっちゃ変わってる。見て、レーザーになって今シーズンテーマになってるわ。アイテムショップ、おー、すげえすげえすげえ、めっちゃスキル増えてるし、えぐいな。試合目行きましょう。すげえ、クエストとかもなんかめっちゃ増えてるよ。これサバイバーメドル今シーズンの新要素らしいですね。1回撃破し、残り50人残るだけでなんか経験値と顧問なんかもらえるらしくて、一番マックスがミシックまでゲットできる新要素。 Hello guys, my name is Zoom. Welcome to the video. 今回の動画はついにチャプター4シーズン4始まりました。なんかいきなりすごいぞ、マップ。え、どっから行こう。とりあえずこの左上から行くか。じゃあサンギーヌスイートから行きます。うえー、新しい3つの効果場所が増えて、なんだこの新しいアイコンは。いや、マジでね、トレーラーとか見るだけだとめちゃくちゃ面白そうだったんですけど、ちょっと早速行ってみますか。もともとここロンリーラボががっつり変わって、めちゃ敵いるなー、怖えー、やめてくれー。なるほどね、でっかいプールがあんのね。すげえ、でけえ、ここ。意味がわからん。うわ、新しい武器だ、いきなり。なんだこれ。あ、ツインマグアサルトライフルゲットした。うわ、新しいショットガン、インフルテレーターポンプショットガン、サンマシンガン、ボスいる、ブッシュいる。ちょっといろいろとやばすぎ。ミニクラッシュパッドみたいなんだけど、なにこれ。ちっちゃクラッシュパッド。ちっちゃい。 OK、 新しいアサルト。なんだこれ、新しいアサルト。ボスボスボスいる、ボスいる。ちょっと待って、資材がない、終わった。あっぶね。え、なんか強くね、このショットガン。うわー、でかくね。シダデルの山が完全に新しくなってる。カバン、お、カバン使ってる、カバン使ってる。うわ、やばいやばいやばい、カバンカバンくる。嘘や、これが新しい SMG だ。で、 C4 ある。 C4 新しくなってる。うえ、音も新しいよ。アンチの仕様とかもちょっと変わってるらしいからね。構え方すごくない、このショットガン。見て、カチャってなる。で、 SMG が、ちゃんとスコープついてる。 SMG に森もちゃんとあるね、ジャングルも。やめて、撃たないで。ショックウェーブあんじゃん、ショックウェーブ。普通にショックウェーブあるわ。崩壊にショックウェーブありますね。今までゼロビルドだけだったんだけど。ハボックショットガン消えたっぽいね。なになになに、なんか飛んできた。なんか飛んできたよ。はぁ、あ、意味わかんない、意味わかんない。やばい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 。意味わかんない、意味わかんない。どうなってんだよこのゲーム。飛んで。え、シャープ2とか、シャープ2まだあんのか。なるほどね、ここら辺は変わらないと。神の神の、これでこう来て、溜めて、吹っ飛べ。うわー、すげー、やばやばすぎ。ちょっと待って、ちょっと待って、なになになに、これ真上に飛んだらどうなんだろう。いけー、飛べー。うわすげえ、うわおもろ、いけー、うー
なんかあれだな、ちょっとうまく使えばもっと飛距離伸ばせそうだね。いけ、吹っ飛べからの、どうやってこれ飛距離伸ばすんだろう。ラマ、ラマ普通に戻ってる、ラマ普通に戻ってる。連射結構できるこのショットガン。あー、あれだ、ちゃんと回復のやつだ。え、抜けてったんだけど。え、どういうこと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 、虎杖さん。え、なんで抜けてったの、なんで抜けてなんで。きたー、2つ目の効果場所。金庫開けられてるか、多分。いった。え、痛くね。吹っ飛ぼうぜ、吹っ飛べ建築の中へ。やばいやばいやばい、ここだね。え、めっちゃ削ってる、めっちゃ削ってる、え、めっちゃ削ってる。あ、敵もいてる、敵もいてる。ぶっ飛べ。うえ、やば。オッケー、ここら辺もちょっと地形変わってるね。うわ、すげえなー、マジで。めっちゃ楽しそうなんだけど、こっちの方ちゃんとなんか海のなんか色合いとかも違うんだね。すごくね。すげえ、めっちゃリゾート感あっていいね。綺麗だな、高画質。何これ、新しい宝箱だ。うわ、なるほどね、こっからあれが出るんだ。お、うわ、めっちゃシーズン2みたい。いろんなボスがいて、あちこちにダッフルバッグあんじゃん。しかも結構いい物資ゲットできる。ちょ、これで破壊してみようぜ。いきます。やば、やばすぎ。あ、裂け目ちゃんとあるわこれ。俺ミスかと思ってたら、ここ確定裂け目があるんだ。あ、あったあった、下。うわー、すげー。え、やばいやばいやばい。うおー、待って。やばやばい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 。壊せるのかな。あ、壊せるわ。あ、ボスだ、ボス、ボス倒せる、ボス倒せる、ボス倒した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 。オッケー、ボス倒したから、これでカードキーゲットだ。このカードキーはどうやって使うんだ。え、すげー。え、どうやってんのこれ、死にそう。レーザーが変わるんだ。お、すげー、すげー。で、カード切れた。食らったら即死かな。はい、金庫開けると、うわ、すごい、金庫もアップくれる。ちょっと待って、盗める。今盗むってあったけど、お、あ、盗んだら1個消えるんだ。やばい、どうなんの、盗んだよ、どうなんのこれ。やばい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 、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なになになに。お、なんか来た、なんか来た、やばい、なんかめっちゃ来た。うお、ドラムガンだ、ドラムガン、つえー、やばすぎ。逃げろ逃げろ逃げろ、すげえ、おもろおもろすぎ。でも脱出するぞ、いけ、やばい。うお、なんだ、おらー、ドラムガン強よ、ドラムガンやばい、ドラムガンやばい。見てみんな、いくよ、やばブレ一切ないんだけど強すぎる。全盛期ドラムガンだって、マイダスの。しかも底なしシャグシャグも今あったね、全部復活でしょ。お帰りなさい、マイダスのドラムガン。これだよ、これ、エピック。みんなこれを待ってたんだよ、このシーズンを。えぐいよな、普通に。これボスじゃん。お、これ何の保管庫なんだろう。なんかいっぱい保管庫あるね、今シーズン。ここだ。
あ、もうこっちだな。すげえ増えてる、ここ新しく。やばいやばい、これ壊さないとやつだ。あっぶね、こわ。さて、この金庫はどんな感じなんだろう。俺死にそう、これちゃんとしないと。普通にカスタムで死にそうなんだけど。さて、うわー、中身もちゃんとこんな感じだ。あー、でもこれはあれだ、あんまりなんかなさそうだね、アイテム。初段当てたい、初段。やばい、見せた。やめて、動かないで。初段130まだ先で。やんのか、こっち。マイダスのドラムガンやぞ。うわ、スラーポトスは、ここのボス倒すとスラーポトスんだ。このカードキーは新しいね。アクセスコードだって。オッケー、これ使ってみるよ。じゃあ次、この塔で使うとどうだ。はいはいはい、これで使います。これで次なんちが、あー、次なんちが分かる。すげー、すげえ出てきた、出てた。次のステージ見ることができます。いいねー、カードキー仕様なのいいな、拡張じゃなくて。やばい、俺死ぬ、これ。ぶな、弾薬が即座にゲットできる。おー、ほんとだ、ちょっとゲットした。で、敵を倒すためにさらに拡張が、あ、弾薬ゲットできる。だって浮島どうなってんだ。真上に行ったらどうなんだろう。いくよ、真上に行きます。おお、すげえ、真上おもろ。真上だったらこれで建築めっちゃ破壊できそう。あーっと、出ました、今回の木島エンチャンスインフルテレターポンプショットガン、ミシックのポンプショットガンがゲットできます。とスラープジュース。うわ、浮島つえーなー、今回も。これでちょっと敵倒してみたいんだけど、どっかに敵いないかな。何ダメなんだろう。97ダメだって。待って、次のアンチもわかんないじゃん。3つぐらいのアンチわかんじゃない今ので。あ、1回だけじゃないんだ、めっちゃ強いじゃん。じゃあ次の次のアンチとかまでわかるよ。前と同じ仕様だったら3回までぐらいだったよね、アンチ見れるの。強っ、さっきのカードキーのやつ絶対やるべきだ。カドソーンいるくない、これ。カドソーンいるって。カドソーン、え、さっき前カドソーンじゃなかったよね。今回カドソーン、カドソーン、本物いる、本物、本物のカドソーンいるって。ここにおったんか。カドソーン倒したらカードキーだけじゃなくてミシックのあれ落とすじゃん。ソーンのスコープ付きバーストがここに落ちてるわ。エクリプスエステートの方にいる。これで開けるよ。じゃあいきます。どんな感じなんだ。金庫の見た目が待って待って、こっちやばくない、ここ、これやばいって。えぐ、え、マイダスの手ある、マイダスの手。ちょっと待って、俺金庫全部一緒かと思ったら全然違うじゃん、ここ。あー、ルーパーのあれだ、地図だ。え、これあれじゃない、ブルータルバスティオンのやつ。これなんだ、これあれかな、ジャングルにいたやつかな。うわ、すっごっ、やばいってやばくないこれ。奥にさらに金庫あんの？何この金庫？やばいやばいやばい。えぐいって。これスティンガー SMG でしょ？グンナーの。ジャキジャキ盗むな、盗むか今回。いきます。いけ！盗んじゃった、ジャキジャキ。ごめんなさーい。逃げろ逃げろ。奥の金庫開くんかな？開かないんかな、こっち。開かないんだ。やば。来た来た来た。うわ、 SMG 強っ。ミシックだからだ。やばすぎ SMG。 ソーンのスコープ付きバーストアサルトめっちゃ強い。もう一個のとこ来たわ。ほら、カドソーンじゃない、やっぱさっきのとこカドソーンだっただけだ。ここ鏡だし。やばくないこの SMG。 やばすぎ。あ、でこっちのダイヤモンドディーラーを倒すとダイヤモンドのサーマルあれもらえるんだ。もしかしてこの壁壊すんじゃない。行くよ、行ってみるよ。行くよ、行きます。まさか壊せた。チャグチャグ飲むか、久々に。夏チャグチャグ、めちゃくちゃ懐かしいんだけど。うお、こんなんだっけ、こんなに溢れてたっけチャグチャグって。うえーい、いいね。で1分間のクールダウンだ。おおー、こっちはキッドのチャージショットガンとジグのあれがある。
脱出するぞ。やばい、壁壊せなかった。うわ189、うわ205、ワンパンできるん？キッドのチャーシューワンパンできるよ。やば、めっちゃ強いやん。初見プレイはこんな感じですかね。とりあえずついにシーズン4が来たということでね、今回は早速ちょっとプレイしてみたんですけど、いやもう第一印象めちゃくちゃ楽しい。いろんなアイテムめちゃくちゃ増えてるし、あの保管庫の仕様とかもガラッとか、今までさ保管庫結構ボスがいてとかだったけど、今回なんかレーザーがあったり、さらになんか何個も要素があるから、新要素があるからめっちゃ楽しいので、ぜひ皆さんもちょっとプレイしてみてくださいっていう感じで、今回の動画も最後で見てくれてありがとうございました。またね、まとめとか噂動画とかこれから上げていくので、これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。